方が。そんなもん。はい。早くおっちゃんが何もできへんとかバレるとこやったわ。そうですね。物くれてありがとう。ありがとうございます。その代わり、お礼のプーとして、はい、僕からあんたに、剣の剣の刀の、刀のナイフの刃の、なんか刃物ですね、いわゆる。ほら、はい、刃物であんたをぶった切るから、はい、覚悟しや。やりましょう。いよいよこの時が来ましたね。ついにあなたをやっつける時がやってきました。はい、僕があなたをやっつけた時は、はい、海の六郎と書いて海の六郎君の名前、海の六郎となります。はい、何回も言ってますけど、あ、まあ、同じこと言うんだ、ごめん。え、海の六郎ですよ、僕。さあ、間違えたんや。何ですか。言いたかったのは、はい、海の六郎がうんこ六郎になるって言いたかった。海の六郎、絶対嫌です。うんこ六郎になるんやん。絶対勝ちますからね。切って負けた、あんたうんこ六郎な。はい、勝負しましょう。でかめがみんなうんこちゃんって呼んであげてください。ダメですよ、負けませんから絶対。ついにこの雪村2011、7月1日が出る時がやってきました。7月1日になってる。2011、7月1日の切れ味を見てみろ。わ、はいはい、かりました、勝負しましょう。雪村さん、お願いします。盛り上がってきてなやこれ、はいはいはい、晒しもんか。さっきあたバン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 叩いてたやろ。いい音鳴りましたね。頭叩くなって、雪村やられたらあかんや。そんなもん考えたらあかんや。ストーリーがあるでしょ。ストーリーが、さら雪村が大阪城を守ったりしとったんや。それを京セラドームに持ち込んだという話、はいはいはい、雪村やられたらもうリベンジもやったくもないやろが。なんか不満ですか、不満ですか、雪村さん。いや、散々不満今申し上げましたよ。お前ですか。わかります、何ですか。頭を叩いたらあかんのです。はいはいはい、頭叩いたら雪村以前に人の頭を叩いていけませんよ。もう小さい頃言われたでしょ。まあ確かに言われましたけれども、やったあかんことはやったあかん、おもろかったいう話で、ね、この子らもなんか見てみよう、嬉しとった、見てみよう、嬉しとったわ。なんや自分らは。なんなんですか。面白かったそれでええんか。また怒ってるじゃないですか。かっこよかったそれでええんか。かっこよかったらいいんですよ。僕の臭いけど悪かったね。一緒になんかやってられへんわ。会おうか、もう7月1日もノートへ。雪村さん、一緒にやれ。ソフトバンク戦は一人で上来やっとって。今日から夏の陣始まるのに雪村さんやめるんですか。もうあれ、雪村さん暑い暑い暑いのはよくわかりますけど、雪村さん上来だけでやり。いや、そう、ちょっと待ってください雪村さん。雪村さん後ろ向いてくださいよ。後ろ向いてくださいよ。今まで戦ってきましたけれども、やっぱり僕ら雪村さんいないとダメです。雪村さんがいないと僕らただの本当にヘッポコ重勇士になってしまいます。なので雪村さん、今まですみません、帰ってきてください。僕さっきから後ろ向いとってんけど、これで限界やったんや。気づいてくれ。ありがとうみんな。首の範囲短いっすね。回れへんねん首が。仕方ないです。ほんまか。はい、僕一生懸命一人でなんとかソフトバンクをやっつけようと、はい、頑張っとったんやけども、はい、それは頑張ってるうちに入れへんかったんやな。そうです。一人じゃなんともなれへん。僕は言うたら9人、9人がやってきて、秋山監督もって、陽さんおるから一人じゃあかんねん。ダメです。
こんだけの仲間がおって、はい、真田幸村と真田重雄氏がおって真田重雄氏なんや。そうです。そうか、はい、そうかそうか、みんなありがとう、分かった、みんな協力しましょう。ごめんな、ちょっとすねてそこらへん座ってもうて首回らんようって、ごめんなさい。ありがとうございます。わかりました、すいません、うっとくん、ごめんな、いえいえ大丈夫ですよ。ぶっこになれとかなんかそんな悪いわけのわからんこと言ってごめんな。まあ勝ちましたからね、うんとくん、はい、仲直りの印や。はい、僕もはいラップやるわ。ラップですか。ラップで大丈夫ですか。大丈夫や、これからみんなが力を合わせて高君を迎え撃つためにラップで、はい、ラップで歌います。歌いますか。聞いてください。はい、お願いします。できるか心配ですけれども、お願いします。 Yo check it out。 Yo check it out。 一緒に歌うぜうぜ。Is a you can walk a taka go down。 なんでやねん、なんでそんなバカやねん。ゆきまさん、ここはやっぱりオリックスバファローズ応援歌スカイでしょう。何何、ごめんな、ラップに集中しよう。君の声を遥か届け、夢を人が行く虹の上かかるアーチ、明日を開くだろう、カモンかけしようぞ。ビートに乗せたライム、そのものがライフスタイル、生きりた思いときなすよ、後になって後悔をせぬよ、ステージの上に握りしめたマイク、今共に感じようバイブ、フィライディフィライザー、行くぞオリックスバファロー。オリックスバファロー、光輝く明日に向かえ、オリックスバファロー、君は行けるだろう、オリックスバファローズ、胸の鼓動と熱き自信を、オリックスバファローズ、君は行けるだろう、はい、笑顔をつなぐぞバファロー、はい、青さに誘われたら、光を目指し進め、全てを掴むために、7つの海を越えろ、母なる大地を埋め、世界に橋を架けろ、全てを掴むために、これが後ろのポスターと同じ絵面になってる。あ、僕こっちか、僕こっちこっち、ほら同じ絵でしょ、イケメンの顔一緒でしょ。はい、イケメンありがとうございました。はいよー、ロックさん、うんのはいはい、バッチリ決まったね。いや決まりましたね。なんやったもう、ほんまいざゆき若隆君の歌ってもらうとこやったけど、ダメですよ。歌う人おるやん。はいはいはい、の中にいるでしょ、穴山小助。はいはい、あの人もしかしてあれちゃう。はいはい、ほんまに歌ってる人ちゃう。ちょっと出てきてもらいましょう。あれほんま歌ってる人ちゃう。穴山小助歌ってる人ですか。あ、誰でしょ、歌ってる人、歌ってる人ですか。歌ってる人ですけど、ダンスも立てば初めてなんで3倍緊張しました。お疲れ様です。やっぱ歌ってる人やったんや。しかもね、これね、いつもより報酬がちょっと少ない。誰よ報酬上げると。そんな言うたらダメでしょ。あかんやろ。でもみんなで応援しに来ましたんで、今日は寺原投手に期待してちょっと高尾ギャフンとやっつけましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。穴山小助さん、もしかして試合中もようさん歌うの違いますか。ねえ、ちょっと楽しみです ね、 ね、皆さん、あの最後のスカイっていう歌もちょっとね、はいはい、普段と違う夏のジンバージョンと和風のバージョンになってましたね。はい、あれもあれですか、ラップの人歌いはるんですか。ラップの人も歌いはるんですか。歌いますね。ね、はい、試合中も皆さんご期待ください。ありがとうございました。よろしくお願いします。イケメンは試合中もめっちゃ盛りだくさんで出てきますよ。はい。